平野市用と神宮寺ゆ太が飛べと契約、年末の東京ドーム公演の噂が広がる。ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社飛べに所属することが明らかになった元キング・アンドプスの平野紫耀と神宮寺ゆ太これにより、ファンの期待が高まり、年末の東京ドーム公演の噂が広がっています。 一方で、他のジャニーズタレントも戸部に移籍する可能性が浮上し、新たなエンターテインメントの舞台が形成されつつあります。戸部の舞台裏、戸部は滝沢秀明氏が率いる新しい工業会社として注目を浴びています。先行報道によれば、 トベは大阪や福岡など複数のドームを抑え、来春には所属アーティストのお披露目を兼ねた大規模イベントを行う可能性があるとされています。また、トベが年末の東京ドームを抑えているとの情報もあり、これがファンの期待を一層高めています。芸能記者によると、 トレのイベントに元キンプリメンバーが出演すれば、チケット争奪戦は必死、との声が広がっており、ファンたちは平野潮と神宮寺由太の新たなステージに期待を寄せている様子です。トレに集結する才能たち、平野潮と神宮寺由太に続き、元 V6 の三宅ケニアジャニーズ JR 内ユニットインパクト大勢のメンバー。 そして8月末に退所が発表されたキスマイフト2の北山博光も飛べとの合流が噂されています。これにより、飛べはますます多彩な才能を抱えるエンターテインメント企業へと成長しつつあります。やめじゃに祭りと呼ばれるほどの大規模なお披露目イベントが実現すればジャニーズ事務所を離れたメンバーたちの再スタートとなりファンにとって感動的な瞬間となることでしょう。 ファンの期待と興奮。トベの活動が本格化する中、ファンたちは期待と興奮に満ちています。かつての仲間たちと再び一堂に会し、新たなエンターテインメントを作り出す姿に期待が膨らんでいます。 特に年末の東京ドーム公演の可能性が浮上していることからこれが実現すればジャニーズファンにとってはお正月を迎える前にひときわ特別な瞬間となることでしょう。飛べの今後の展望。飛べの今後の展望についても注目が集まっています。新しく結集する才能たちがどのようなプロジェクトに挑戦し、どのようなエンターテインメントを提供していくのか。 これによって、飛べがエンターテインメント業界にどれだけの影響を与えるかが問われています。飛べのイベントが成功すれば、これまでのジャニーズ事務所とは異なる形でアーティストをサポートする存在として、格好たる地位を築くことができるでしょう。一方で、多くのジャニーズタレントが移籍することで、エンターテインメント業界全体に変革をもたらす可能性も考えられます。 平野のしと神宮寺勇太の飛べ入りに続き、他のジャニーズタレントたちも滝沢秀明氏のもとに集結する可能性が浮上しています。これにより、エンターテインメント業界に新たな波が押し寄せることは必至です。飛べが年末の東京ドーム公演を実現すれば、ファンは感動的な瞬間を迎えることができるでしょう。一方で、飛べがどのような才能を引き寄せ、 どのようなプロジェクトに挑戦するかに注目が集まっています。エンターテインメント業界の未来を担う新たな工業会社として、トベの成功が業界に革新をもたらすことが期待されます。